辰野宮駅は、香川県綾歌郡綾川町辰野宮にある、高松琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、K15。以下取扱窓口がある。綾川町役場の最寄り駅であり、現在、琴平線一宮駅、琴電琴平駅間においては、唯一の有人駅である。途中下車指定駅。当駅の駅舎は、 1926年にことでの、前身、琴平電鉄が、栗林公園等駅間で開業した当時より、使用され続けているもので、近代化産業遺産に認定されている。設計にあたっては、関西の大手施設の駅が参考にされており、現在まで大きな改築はされていないが、塗装は、他の駅と同様のパステル調に塗られている。相対式ホーム2面2線の地上駅。 交換設備があり、平日の朝夕は当駅折り返しの列車が多くなる。交換列車がない場合は両方向とも一番線に発着する。一番線の裏にある側線は、2020年1月現在、主に金曜71列車の止め置きに使用されている。ちなみにこの電車は原則として、日曜6列車に使用される。二千一年には、一日あたり千百二十人の、 利用者数があったが、2017年には556人、日の利用に減少している。なお、当駅と当駅の間に整備された新駅、綾川駅が2013年12月15日に開業したのに伴い、当駅から出ていた、イオンモール綾川駅無料、シャトルバスは、前日の12月14日をもって、運行を終了した。1926年12月に、 栗林公園辰宮館で開業した、琴平電鉄の終着駅として開業。4ヶ月後に琴平までが開業し、途中駅となった。ありがとうございます。